やってしまいました。どうも、やっちまった YKK です。前回の動画でイギリスで車を買いましたっていう紹介動画を出したんですが、車を買ってから2週間足らずでなんと罰金を2回食らってしまいました。1回目2回目別の日、どっちも観光してる時に罰金を食らったんですが、まず1回目の罰金を食らった時の動画がこちらです。これから罰金を食らうとは想像もしていないのんきに観光を楽しんでいる YKK がこちらです。こんにちは、 YKK です。あ、カメラが倒れる。今日は友達を連れてウィンザー城ハリーポッターのロケ地ツアーに行きたいと思います。お邪魔します。よ、気持ちいいぜ。はるかちゃんです。はるかです。高速に乗りました。イギリスは高速無料なので、特になんかこう通過ゲートとかなく、普通一般道から一気に高速に移りました。あー、空が見える。おっぱい何カップ？無事に着いた。よかった。ありがとう。マジで。めっちゃおるやん。本当貸し切りみたい。すごい。時間オーバーチャージが100ポンド。これはちょっとありえないのですが、こういうノートが貼ってありました。ということで、第1回目の罰金は駐車時間超過の罰金でした。2時間で戻ってくるつもりだったんですけど、10分遅れたんですね。10分。このように紙がボンネットに貼られていて、100ポンド支払えよという案内がありました。で、その下にもし14日以内に支払えば60ポンドに減額するというふうに書かれています。で、家に帰っていろいろネットでサーチしてしたりとか、イギリス人の友達に相談したりしたんですけど、やっぱりイギリスは結構パーキング1分でも遅れたら罰金食らうと。客観的証拠があって、正当な理由があれば、まあ、クレームすれば免れたりするんだけども、まあ、我々単純にトイレに行ってて10分遅れただけなので、正当な理由かというとそうではないかなと。なんか機械が故障とかね、そういうことではない。ただ、まあ、10分ぐらいいいだろうという気の緩みだったので、まあ、これはもう弁明の余地ないかなと思って、素直に家に帰ってオンラインで支払いました。60ポンドということで、第1回目の罰金は、駐車時間超過10分による罰金100ポンド、まあ、早く払ったので60ポンドを支払いました。それでは2回目の罰金がこちらです。続きましても罰金を取られるとは予想もしていないのんきな YKK からどうぞ。 YKK です。今日はブライトンビーチに車で向かっています。あとね、6分ぐらいで着くんですけど、ブライトンビーチのから50分ぐらい離れたところにあるセブンシスターズっていう白い崖が綺麗なところがあるんで、そこに向かってます。でもあと5分で着くんですけど、見てください、こののどかな景色。でもさっきからね、羊とか馬とかいろんな動物が放牧されてるんですよ。すごい、なんかニュージーランドにいるみたいです。ここはイギリス・ロンドンです。これ石灰でできてるんですって。石灰だから白いんだって。で、海も石灰が下に溜まってるから、海もすごく透き通って、水色っていう、エメラルドグリーンみたいな。ということでね、2回目の罰金はセブンシスターズというイギリス三大絶景と呼ばれている綺麗なところに行った時に罰金が切られました。
で当日罰金がその案内を受けたというよりも後日手紙が家に届きまして、手紙の差出人がケントポリスという警察になってんです。あ、もうこのケントポリスっていう文字を封筒で見た瞬間、あって察しました。やべえ絶対なんかスピード違反かなんだろうかなと思って見たら、案の定スピード違反でした。内容はですね、高速ではありません、一般道です。一般道でスピード超過をしていたと、30マイルが制限のところを40マイルで走っていたという指摘です。キロにすると、まあ、大体50キロ制限のところを60キロで走っていたっていう感じですね。厳しくない？イギリス厳しい。どのストリートでカメラで検知されたかとかも書いてるんですけど、そのストリートって、まあ、一般道で、でかつ私たちだけじゃなくて結構交通量があったんですよ。で自分だけスピード出してるっていうよりは他の車のスピードに合わせて走ってたので、なんか私だけめっちゃスピード出してるイエイって感じではなかったんですね。みんなと同じぐらいのスピードに合わせて走ってた。つまりあの道路走ってた人、あの道路を走ってたドライバー軒並みこの手紙が届いてる可能性があるってことですよね。この罰金額ですが、100ポンドの罰金と3ポイントの減点で、これはなんか4時間講習を受けることでこの減点は、ま、免れることがあるそうなので、講習4時間ぐらいかかる講習なんですが、まあ、正直私これ受けたいなって思いました。まあ、まあイギリス来てまだ1ヶ月足らずで、まあ、車も運転してみた感じ、イギリスってめちゃめちゃ難しいんですよ、運転が。とにかく道路が狭い。どのくらい道路狭いかというと、ちょっとこちらの動画をご覧ください。狭いんですよ、ロンドンは道が。そうなの。行きましょう。ちょっと見てください、この道。狭くない？こうやってね、道をね、譲り合いっこしてね、運転しなきゃね、通れないんですよね。そう。前の人がこうやって道を避けてくれたから、Thank you っつって、手挙げてお礼をするの。向こうから車来てるから避けて退避する。退避してスタンバイっていう、こういうことをしなきゃいけないぐらい両サイドに車が止まってるんで、全然ね走りにくいの。こんな感じです。はい、ということでね、イギリスは両サイドに車を駐車できるんですね。そうすると本当にもう道路狭くて、だからイギリスとかヨーロッパの車はコンパクトな小さい車が多いです。私も車選びする際はなるべく小さい車にしようって決めてました。なぜならば小さくないと事故るからです。で交通ルールとかも日本にはあんまりないラウンドバウトっていうところがあったりとか、あの標識も日本にはないやつがあったりとかするんで、まあ、改めてイギリスの交通ルール学びたいなって思ってたんで、まあ、いい機会かなと思ってちょっと講習は受けてみようかなと思います。4時間ですけどね、はいまあそこでなんか学びがあったらまた皆さんにシェアできればと思うんですが、はい、ということで車を買ってまだ2週間足らずですが、1回目は駐車時間超過の罰金で100ポンド60ポンド支払って、で2回目はスピード超過で100ポンドプラス減点もしくは講習という罰則を受けてしまいました。まあイギリスの郊外に住んでいるので車がないとなかなか生活しづらいという意味で、やっぱ車は必需品なので、これからあと2年間イギリス生活が残っています。安全運転で交通ルールを守って無事にドライブ完遂できるように頑張りたいと思います。あと、レンタカーの場合、レンタカー会社経由で請求が来たりするらしいです。その際はやっぱり仲介料が取られたりとかするので、例えば私が今回罰金100ポンドだったら140ポンドとか150ポンドとか上乗せされて払う必要があるみたいです。イギリスで運転をしようとしている方はぜひお気をつけください。次回予告をどうぞ。ゆかこエージェンシー。
ロンドンからは以上です。